everyone, it's Misaki. 今日は歯科衛生士のあるあるネタ、3つをお届けしようと思います。ではですね、もう早速本題に入っていきます。まず1つ目、友達が見えるところに虫歯があったり歯肉が腫れたりするとそこばっか見ちゃう。これはもう歯科衛生士さん全員じゃないですかね。前のあるあるでもお話ししましたけど、この人を見てるときに他の顔のパーツのどのパーツよりも絶対歯に目が行くじゃないですか。この人シミができてるなとか、歯石が溜まってるなとか、本当に私かなり見ちゃうので、見えるような虫歯があったりとかしたら絶対見ますよね。歯肉が腫れたりとかするのも歯並びがちょっとガタガタってなってる人に多いので、まあ、そういうのもやっぱり見ちゃいますね。次、彼氏の基準、歯並びがいい、虫歯が少ない、銀歯ゼロちょっと待って、これいや、前にもね、前のあるあるの時にも、彼氏は歯並びがいい人を選ぶみたいな感じでお話ししたことあるんですけど、このでもこの3条件、歯並びがいい、虫歯が少ない、銀歯ゼロっていう人いなくないですかいや、いたにしてもかなり少ない割合ですよね。まず歯並びがパーフェクトっていう人が少ない。虫歯今までなったことありませんっていう人も、私の患者さんでも1割切りますから。だから、そしてまあね、銀歯ゼロはまあ若い人はね、銀歯、まあない人が多いかもしれないですけど、どうかな、私は、まあやっぱり、まあ確かに歯並びがいいならいいに越したことはないと思います。まあでも歯並びって、大抵ね、まあ、矯正とかすれば治るものなので、そこが基準にはならないかなと思いますね。相手を選んで、まあ、もしその人が歯並びが悪い人だったら矯正してもらうしっていう感じかな治すかなっていう感じですね。確かに虫歯が多いのはちょっと気になるかもしれないですね。フロスをせずにもういろんなとこに虫歯ができてるんだったら、それはちょっと嫌かなと思いますね。でも人によってはもうどんだけフロスしても、どんだけ歯磨きしても虫歯できるっていう、もうそのなんていうんですか、もう遺伝子が組み込まれてる人もいるんですよ。だからフロスして歯磨きもしてるのに虫歯ができてるんだったら仕方がないかなと私は思いますね。銀歯ゼロはもういいんじゃないですか、別に銀歯あってもいいですよね。歯科衛生士って男性に言うと、ナース服着てるのって聞かれがち。あ、そうなんだ。あ、日本だとやっぱなんか歯科衛生士さんってナース服っていうイメージがあるんですかね。私たちが着るのはラブコートなので、ちなみにラブコートっていうのはこれのことですね。なんて言うんだろう。これちょっとまあ丈が長くて、自分の私の膝のところぐらいかなまで来るんですけど、まあ中に着てる洋服をカバーする。まあいろんなものがね、自分の洋服につかないようにするっていう意味で、このラブコートをね、着るんですけど、まあうちのオフィスのテーマカラーが黒なので、みんなこの黒のラブコートを着てます。なので、ナース服、日本の歯科衛生士さんってどんな、洋服着てましたっけ？なんか長ズボンとなんかちょっとスクラブみたいな感じで、で半袖のスクラブの中に長袖シャツ着てるみたいな感じですかね。ナース服の歯科衛生士さんはいないですよね。わかんないですけど、まあ、ぜひ3つ歯科衛生士のあるあるネタをご紹介いたしました。でこのね、歯科衛生士のあるあるネタですね、インスタグラムのなんか歯医者関係のアカウントのところから参考にしたものなので、まあ、そちらのリンクの方も貼っておきます。興味のある方はですね、見に行ってみてください。私が今日まあお伝えした3選についてですね、たくさんの歯科衛生士の方がこのチャンネル見てくれてますので、ありがたいことに。なので日本はこうだよとか教えていただけたらね、ぜひ嬉しいです。それではもっともっとあるあるネタ聞いてみたいという方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、I will see you again in the next video. Bye!